広島市中区の不問寺です。境内にあるしだれ桜がちょうど見頃となっています。例年は3月の末に満開を迎えるということですが、今年はこのところの暖かさで開花が少し早かったそうです。不問寺ではしだれ桜が咲くこの時期、常に門を開放していて、訪れる人が境内に入って桜を楽しむことができます。毎年この春の訪れの時期を待ち望む人は多く、今日は小雨が降る中、朝早くから眺めに来る人もいました。広島市中区に住む女性は、通勤前に毎年見に来ている、お堂の階段を使って上から見られるのがここの醍醐味と話していました。不問寺のしだれ桜は今週末には満開を迎えそうです。